どうもです。親父でございます。今日はね、どうしてもこれが食べたかった。いつも買うね、山崎さんのいちごのショートケーキを食べるんですけども、メロンのショートケーキっていうのが出ててさ、これをなんとか食べたいと思って。で、理由を考えてたら、そうだ、親父この間誕生日になったけどケーキ食べてないやってことで、親父の誕生日にケーキを食べるっていう動画を撮ろうと思いました。いただきます。これでも初めて見たな。2個食べるよ。2個食べさせていただきますよ。ちょっとお皿持ってこよう。はい。ってことでね、いただきます。一応ね、メロンの果肉とジャムみたいなやつが乗ってる。いただきます。私、ハッピーバースデー。このメロンジャムはそんなに美味しくないな。想像、メロン食べよう。メロン美味しい。もうメロンも時期になってくるからね。茨城とかだともうメロンいっぱいあるね。アメージング。いや、ケーキ美味しいな。一口で。最近も暑くなってきたから、アイスがね、まあ寒くてもアイス食べるんだけど、アイスがさ、よいしょ。くっついちゃった。アイスを食べるんだけども、ケーキも食べたい。このね、ちょっとジャム的なやつがね、そんなに美味しくないんだよな。一応果肉が入ってんだね、ジャムに。メロン。メロン、美味しい、柔らかくて、甘くて。コージーコーナーとか不二家とかでも今メロンのやつやってるかもしんないな。それも食べてみたい気はする。おいしい、おいしい。ブラックコーヒーがあったな。静岡限定でホイップのみのサンドイッチがセブンイレブンで出てんだけどさ、まあ順次他の地域でも発売ということでね、ちょっと楽しみにしてます。はい、ということでね、ごちそうさまでした。私のね、誕生日がもうちょっと前になるんだけど、あったから
バースデーケーキを食べようという理由付けでメロンショートいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。